デイブ・ハーマンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。インディアナ州フォートウェイン出身。チームクエスト所属。高校は飛び級で2年早く卒業したこともあり、陸上を軽くやっていた程度であったが、インディアナ大学に入学して、本格的にレスリングを始め、オールアメリカンに選出された。2006年12月31日、総合格闘家デビュー。 2007年は8試合をこなし、10連勝を果たすとともに、デビュー以来の連勝記録を11に伸ばした。2008年2月16日、初参戦となったエリティックスックでマリオリナルディと対戦し、膝蹴りからのパンチ連打で TKO 勝ち。2008年6月14日、エリティックスックでロンウォーターマンと対戦し、TKO 勝ち。2008年10月10日、シャックスックで ケリー・ショールと対戦。首相撲から膝蹴りを放ち、最後はパウンドで TKO を勝ち。2008年11月22日、キング・オブ・コンバットで、クリスギ・ーレンと対戦し、TKO を勝ち。デビュー以来の連勝記録を15に伸ばした。2009年1月4日、戦局初参戦となった戦局のラン2009で、チェムベと対戦し、スタンドパンチにより、TKO 負けを喫し、 プロキャリア初黒星となった。2009年9月12日、シャークファイツでドンフライと対戦し、TKO 勝ちを収めた。2009年11月7日、戦局第11陣でビッグジムヨークと対戦し、グラウンドでのかかと落としで小勝ちを収めた。2010年9月30日、ベラトア初参戦となった、ベラトア31でマイケル北と対戦し、 オモプラッタで一本勝ちを収めた。2010年12月30日、戦局ソウルオブファイトで中尾喜スヨシヒロと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2011年6月11日、UFC 初参戦となった UFC131 でユノラフエーネモと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。 2012年5月26日、UFC146 でロイ・ネルソンと対戦し、右フックで小負けを喫した。2012年10月13日、UFC153 でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。試合後、薬物検査でハーマンからマリファナの陽性反応が出たことが発表された。 2013年7月6日 UFC162 でガブリエル・モンザーガと対戦しパウンドで小負け4連敗となり UFC からリリースされたありがとうございます